皆さん、こんにちは。今日のポイントは短期勝負です。ということで、5月1日金曜日の取引が終わりました。今日の日経平均株価終値は 19,619 円35銭。昨日比がマイナス574円34銭と大幅な反落ということで終えております。前日のこちら、ギャップアップしてたスタートをして、上髭、陽線をつけたと。こういう2万円回復もですね、5連休前のポジション調整から売り物に押され、じりじりと下げ幅を拡大して、大引け、このような形ですね、陰線という形で終えております。そして、日経平均株価2万円どころが、昨日ですね、下値目との第1弾、その下に25日線が、第2弾とお伝えしましたが、本日、あっさりとですね、2万円を一瞬つけて割り込んだということがありますので、再び下値目処の第1弾と上下目処をですね、変更をしております。変更後の上下目処としてはですね、まず上値目処として、この2万円ですね、2万円を上値目処。そして、その上に、昨日の高値というのもあるんですけれども、もう少し幅広く見てですね、75日線と、そして下値目処としては25日線。その下に、4月の安値、3日安値ですね、17,646 円50銭と、前日までのですね、目線に戻しております。さて、ポイントに挙げました、短期勝負、短期戦ということになりますが、このようなですね、上下値でも1日で、たった1日で変更をせざるを得ない状況。しかもですね、こちら、MacD は、デッドクロスをしてから3日で今度ゴールデンクロスに切り替わると。このように、コロ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 切り替わるような、この冷やしチャートだけを見てもですね、なかなか方向しっかりと出ていない状況の中でですね、このスイングトレードであれば、買っても含み損。そして、空売りをしても含み損。こういうのが出てしまう投資家が多い中ですね、このような時こそ、まさに短期勝負、つまりデイトレードが有効な手法となります。で、昨夜緊急事態宣言延長の発表がありました。解除時期が全く断言されておりませんので、大体1ヶ月というふうに言われておりますが、まだまだ延長となることももちろん考えられます。すでにイベント施設などは夏まで中止としているところも実際にあります。で、そのためですね、今後の皆さんの収入の減少となると少なくないということから、今だからこそ、株式投資で、特に短期トレード、短期売買にてですね、収入を確保できるようにぜひしましょう。で、難しいと諦めてはいけないということです。で、そのためにはですね、欲を皆さん出さずに、とにかくルールを守って、ルールを遵守していただいて、エントリーポイントを見逃さずに、そして手締まりのポイントを見逃さずに、しっかりと画面に貼り付いて見極めること。これこそが重要であり、結果、資産を増やしていくことにつながるということになります。で、来週7日の木曜日までですね、日本の市場は休場となりますので、これから、株式投資を始められる方、もしくはデイトレードを始められる方、もしくはデイトレードやっててもなかなかうまくいかないという方もいらっしゃると思います。本格的に覚えたいという方は、参考書を見るのももちろん良いですし、この動画を最初から見たりしてですね、ぜひ勉強をしてください。そして、また、7日に動画でお会いしましょう。それでは本日はここまでといたします。皆様のチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。